う瓶が舞う馬が舞うこの番組は群馬県の地方新聞、上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。 多彩なゲストをお招きするほか、実際の取材現場や紙面、イベントなどのエピソードも紹介していきます。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも群馬のこと、そして縄文新聞のことを身近に感じてほしいという、そんな願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と、総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 3月、はいまあちょっといつもと声が違ってか、私、花粉症絶賛、のどラガラ中というところ <laughs> 私も花粉症です。<laughs> <laughs> もうグムはね乾燥と花粉とですごいことになってますけど、うんや、やばいですよね、風も強いから、そそうそう,そうしんどいですね。まあそんなこと言いながらも、ですよ、はい、まあ春先、楽しみなイベントだったりとか、うん、新たな動きっていうのは出てくるわけで、うん、で今日はです、ねえーまあ、そんな中でも、 群馬で今イケてるコンテンツを作っているといえば、はい、この人たちだというところでお声掛けをしたと聞いております、はい、本日のゲストどなたでしょうかはい本日はですねブランドクリエイターであり、うん、株式会社サンセットフィルムス代表取締役の井野良太さんをお呼びしておりますはい、まあ、いろんな今本当に低手数多のクリエイティブ集団という表現でいいんでしょうかね、うん、はい本当、はい、いろんなところでお見かけすることが増えてきたような気がしますでそんな中でも、えー、まあ おそらく本編でもお話あると思いますけれどもこの春いよいよ指導するプロジェクトがあるというところもあって今回いらっしゃっていただいてるとはいそんな認識で間違いないですかはい大丈夫です、はい、<laughs> なんか世代も同じくらいですねまた同級生の輪が広がっていくんでしょうかはい、はい、その辺りも少しお話できればと思います <laughs>、はい、ではこのあと井野さんとトークしていきますそれでは始めていきましょう「馬が舞う」スタートです それでは本日のゲストに登場していただきましょうブランドクリエイターであり株式会社サンセットフィルムス代表取締役の井野亮太さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますしお願いします。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます、はい、井野亮太さん1988年伊勢崎市のご出身です 高校時代からら音楽に打ち込んんででいっっしゃったんですが、その後看護師になっっていいらっしゃいます。えー、看護師としてお仕事する傍ら、はい、副業として個人事業で映像制作チームブラックツリーイノベーションを2020年に立ち上げこのチームで制作した映像がさまざまな賞を受賞したことをきっかけに法人化を行って、うん、2021年に株式会社サンセットフィルムスを起業。 現在はトータルブランディング会社となったサンセットフィルムスにてブランドプロデューサーを務めていらっしゃいます。改めてよろしくお願いします。はいお願いします。ますえっとこのちょっと映像とかクリエイティブの話行く前に一瞬、はい、<い>引っかかっちゃいましたち。ちょっと引っかかっちゃったんですけど、うんはい、えっと1988年2月群馬、うんうん、県伊勢崎市。はい。同級生ですね。同級生ですね。完全なる同級生ですか。<laughs> 学校も一緒？え。 と私が、えー、豊昇四中ですけど <laughs> 三郷小三中なんで隣ですあらああ<ー> <laughs> じゃあもう知り合いの方が、まあ、隣つていか、ね、厳密に言うとエリアで結構離れてそ、ね、あそうなんですかえっと高校時代が音楽んちょっと待ってください、えー、ずっと音楽ですか高校時代はそのバンドうんと野球をやりながら野球ちょっと待って広 <laughs> 原さん中学校ってもしかして野球部ですか 野球部ですよ。野球 <laughs> あれ夏、対戦してます。<laughs> あらで、最後、私、伊勢崎三中さんに負けてます。あらさよならで勝ちました。あ、覚えてる <laughs> <laughs> そう。もうね、勝てる勝てるってなったら、最後に、レフトの方にどでかいあたりでね、逆転のタイプです。そうですね。はい。はい、ちょっと、あの、僕の幼馴染みが、ぶっ放して、<laughs> くれました。自分たちは負けると思ってました。<laughs> <laughs> <laughs> で、その勢いで関東大会まであ、そうですね。関東大会で行って一回戦で負けました。いやでも、ね、<laughs> すごい強かったんですよ。すみません。15年以上前に関東15年どころじゃないよね。そうですね。今なんか言われて、うん、結構今関東あそういえば行ったなっていうなんか総 <laughs> みたいな感じ今思い出した感じがしましたけど。<laughs> いやだから今日とどんな人が来るんだろうって思っていて、で事務局の角田さんがね、うん、多分どっかで会ったお男子。 じゃないかなって言って、うん、あこういうことだったんだっ <laughs> なんかこの変な記憶の扉がざわざわ開いてくる感じがそうですね <laughs> なんかこう そっちの話をしたい感じは <laughs> ダメですよ今日はその話じゃないんですよ <laughs> すみませんえー、あのサンセットフィルム入り口で聞いてくだって何のことだっていう話なんですけど <laughs> いや強かったんですよあのいい、うんね、ピッチャーがいてね、うん、その時の主力メンバーが最終的に前橋商業で甲子園行くっていうところまであるんです、うん、そう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  <laughs> そうですよ。えー、すみません。そ <laughs>、はい、うそうそうそうさてそうそうそうそ 音楽をやりつつその後看護師、うん、そうです、まあ、厳密に言うと、まあ、音楽やりながらまあ高校卒業したと同時に、えーとまあ、インディーズでこうデビューしたりとかしたんですけど、えー、そこからまああのー、まあまあんま売れなくて、うん、でうちの親は看護師だったんですよね、えー、2> で2位と2位とその2あの19ぐらいの時から <laughs> やり始めて。えー まあほんと毎日あのバイト行ってくるって嘘ついて、はい、あの公園で親が作ってくれたお弁当をカラスを見ながら食べるっていうのを毎日やってた, <laughs> したらあの携帯が止まってお前仕事してないだろってバレて、はい、ららそのまま親があの看護師だったんでその知り合いの学校に無理やり入れられて。 いつの間にかこう看護師になってて、<あ>県立の最後は集中治療室に勤めてたっていう感じですね。二十歳で準看護師から専看護師になったんで、五年間、ちょっとあの地域の病院に、ちょっとちっちゃい病院に行って、あ<ー>あの学校行きながら看護師目指して、五年後、二十五に県職の看護師になったっていう感じの経歴ですね。えー、でそのまま。 看護師とというかか医療系ののお仕事に行くのかと思例えば3年ぐらい集中治室にいたらちょっとなんかこうやり過ぎちゃってあの視野が狭くなっちゃったんでちょっと地域のまた看護師に戻りたいなと思ってそのちょっと地域の看護師に戻った時にあの今のカメラマンの子とちょっと出会って。 はい、で二人でこうそれが29ぐらいの時だったんですけど、えー、2>, まあ2人でこう映像をこう作ったりとかしてたんですよねあ<ー>それでミュージックビデオとか作り始めて、えー、でそれと同時にあの自分が音楽をまたやり始めて、えー、その音楽の MV をこう作ってたんですよ<ー>でそしたらその MV が結構 SNS で話題になったりとかして、えーえー で映像って大事なんだなと思いながら県の観光の映像を作ったりとかしてショーを撮ったりとかしてじゃあこのままなんかいけるんじゃないかって思ってっそのブラックツリーイノベーションで個人事業を立ち上げたっていう感じですね,ね<ー>ああそういう経緯なんですね、うん、そっかだから伊野さん自身が映像制作とかずっとやってきたってわけではなくそうですカメラマンの子が趣味でやってたっていう、はい、でそれを全体のイメージを作ったりとかはい あじゃあもうずっとプロデューサー的な立場っていうのは変わってないんですね変わってないですねカメラマンの人が撮りたい映像と、うん、クライアントが撮ってほしい映像っていうのが必ずしも一致するわけではないからそうですそこをうまくくっつけるのが僕の役目<ー>、はい、でお客さんがどう思うかとかどう心が動くかっていうところをしっかりと考えながら作っていくのが自分の仕事っていう感じですね、えーえーえー じゃあもしかしたら、チームプレーがあったり、看護師の時の経験があったり、あそうです、本当に看護師の経験っていうのはあ,のあって、やっぱ考察しないといけないというか、えーはい、原因を追及しないといけないっていうところは、結構<ー>あの、今の仕事には役立ってるかなとは思いますね。あ<ー>まあ、ちなみに、せっかく同世代なんで、<laughs> <laughs> ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、結構、なんかすごいかっこいい映像とか、眼科作られるじゃないですか。 なんか影響を受けた作品とか、なんか常に心の中にある、いや、これちっちゃい時よく見てたな、みたいななんかコンテンツってあるんですかこれあんまり僕なくて、えー、あの、えっとですね、僕、ミュータントタートルズがすごい好きで。おー、世代。 まあそういうい海外系の九0年代とかのそういう80年代90年代の映画とかはすごい好きですね、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかあ,ーああいう系はあのすごい好きで、まあ、そういうところからまあ影響を受けているっていうのがあるんですけど。えー 子どもの頃でいくと、ジュラシック・パークが出始めてみたいな。そう,そうです、そうです。それもすごいあります。そこら辺の映画は結構影響を受けてる感じはあります、ねえー。なぜかこう父親たちがね、すげえテンション上がって、うん、最新技術だなんだってなって思って、ついていくみたいな。で全然ちょっとごめん、話し続いちゃうんですけど、<laughs> イイミュータンタートルズが好きすぎて、ええ、好物が。 あの、ピザとチーズなんですけどミュータントタートルズも影響受けちゃったんです分かんないと思うんですけどミュータントタートルズがピザめっちゃ食うんですよそれがすごい憧れちゃっててそっからほんとにチーズがすごい好きになったで今あの、コストコのピザがあの、のそミュータントタートルズのピザっぽいんですよへえじゃあもう最想の理想のそれが一番うまいサラミの これこれそうペパロニがめちゃくちゃうまい <laughs> 全然関係ないけどいやいやいや,いやザアメリカのピザみたいなそうあれが美味しいんですよねマジでうまいコーラに合うやつねとそうアニメってよりは自分はあの実写が好きだったんですよミュー,ータントートルズの実写のやつはあの時代に全部顔の表情とかを手で動かしてんですよえ一個が三四十キロするんですけどはい、あ、その中に人が入ってて<え>かなりアクロバットの動きしつつ顔は別でこう の完全にまばたきをさせてあっそうそうそう,うの手でそう,う人が何人かいてそれでやってたんですよえ<ー>そうすごいめちゃくちゃねあれはすごいんですよ技術があじゃもうその時にしか表現できなかった,ことたあそうです今だったらね別にモーションキャプチャーで<だ>わあってやってるででるあそうで今,見る今見てもすごいですへえ<ー><ー>かこう昔からこうどうやって作ってるんだろうっていうのをなんか 裏を見るのがすごい好きで、えーえー、あのそれがあって、やっぱそのミュータント・タトルズのその実写のやつとかも、かこんなに後ろですごいことをやってるんだっていうのって、なんか今の、なんでチームワークというか、はい、そこには結構影響してるのかなとかすごい。まあちょっと作品とまた違いますけど、ここまでこう、なんですかね、あの泥臭い感じというか、<laughs> 華やかに見えるじゃないですか。泥臭くやっているっていうのが、なんか、 すごいかっこいいなっていうか、えーうん、それは結構影響されてるかなと思いますだからそのままコンテンツの世界にどっぷりいくっていうよりかは制作過程というか裏側とか、うん、ああそうすごいっすこれどうやって作ってんのみたいな、うん、そっちの方がどちらかというと興味があったってうこう、ね、そうですねああなんかずっとつながってる感じしますねうんだ <laughs> <laughs> いやだから同世代なんだけどミュータンいやは流行ってるのはすごいわかるでしかもグッズ集めてる人もめっちゃいたのもわかる でもなんか自分の中ではいかなかったし、あとドラゴンボールとかもガンガンいってる友達とかいたけど、なんだろうな、なんか、い自分は、ええ、あれなんですよ、ミュータント・タートルズすごい好きで、ええ、そっちのあの、ドラゴンボールとか逆にそっち見てないんですよ。あ,<ー>あの時きたミュータント・タートルズ好きか、そういうゴーレンジャーとか、カクレンジャーとかが好きなんで、結構。あ、バトル系でいくとね。はいはいはい 自分はそっちのミュータタートルズとか、海外のやっぱ好きだった。<laughs> それを、かぶれてたっていうかもうちち親とか兄弟とかの影響とかですかうちの親が結構、バック・トゥー・ザ・フューチャーとか、えー、そういう系の映画がすごい好きで、<ー>日常的にずっと流れてたんですよね。フルハウスとか。えー、えー、フルハウス。めっちゃ好きそう。あんまりなんか日本のものがあんま流れてなかったんですよ。<ー>うちの親も結構かぶれてる人間なんで。いやいや <laughs> めちちゃゃ…くああの…れす、うち、話変わっちゃいますけど、おふくろの味チーズフォンデュなんですよ。あの…俺はね、うち、親、めちゃくちゃ料理下手なんですよ。やっぱチーズフォンデュって言ったら白ワインとチーズ入れればいいだけだから、おふくろの味がそう、チーズフォンデュっていう、ちちっっ話ずゃた。90年代中盤ぐらいだから、相当最先端ですよ、最先端ですよ、当時。 ね、検索数でもしあったら数百件とかなんあの当時にねなんかどうやって地図本で作る方法を知ったのかわかんないですけど<ー>結構出てました幼稚園の時すごい食べてました。<laughs> <laughs> オルジナルシでもなんか世代からのカルチャーからのみたいなんそんな話はあるんかなと思いますが,が今んところねちょっと本題がゼロなんで <laughs> え言っておきますでそのチームワークを経てプロデューサーとして、うん、まあいろんな、えー、制作プロジェクトに関わるようになっていって、えー、だから2020年にその映像制作チームを立ち上げられて、うん、その後軌道に乗って。 企業となっていくわけですね、はい、それが2021、うん、年の3月に法人なりをしたっていう感じですねあ<ー>、まあ、2020年はその個人事業での売り上げ結構立ってきちゃっていて、えー、もうちょっと税理士さんとかからも法人にもしないとまずいですよっていう養<ー>、まあのもレベルじゃなくなってますっていうところがあったんで、えー、じゃあその2021年の1月に看護師を辞めたっていうああそこで。 初めてそこで、でもう一本,本で行こうって、<と>心に決めて、でその時にあにいろいろ検定も取って、資格も看護師とはまた別の、呼吸療法認定士っていう結構、頑張って取るやつがあるんですんあれとかもあったんですけど、それももう返納して、心に決めて、法人を立ち上げたっていうところですね。で、そこからもう3年ですね。はい、えーまあ、さっきミュージックビデオ、MV いう話はありましたけれども、当初はそういうのが得意だった、うん、そうですねあの、ミュージックビデオとかはすごく得意で、もともとバンド、音楽やってたっていうのがあったんで、うん、かなりあのミュージックビデオ、相当見てたんですよ。<あ>引き出しが、<laughs> <う>すごちょっとまあ年代一緒だからあれですけど、はい、あのスペシャル TV とか、ね、MTV とか、めちゃくちゃ見てたんですよ、えー、中学校の時から。 まあ、MV に関しては結構どういう見せ方がいいかなっていうのはまあなんとなくあったんで、ええ、まあそこからのルーツですごくミュージックビデオ得意で、まあ、それを、まあ、そのクオリティを企業の PV とかにやったらまあ面白いんじゃないかなっていうところで群馬県のその2020年か20 21年の時ってなかなかそういうイケてる企業 V があまりなかったんでちょっとそこに切り込んでみようかなと思ったらそれがちょっと当たったっていう。 ところになりますまあ確かにあれも伝えたいこれも伝えたいって言ってどん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 ね要素が増えていくけどあえてそこをなんかワンカットだったりとかねこう印象的なキーとなる絵をつく使ってみたいな MV 的な要素ってことですねそれはもう口コミが口コミを読んでみたいな、うんうん、そうですねうちはあの基本的にあの営業はいなくてあの全部口コミだけで全部成り立ってる会社になります。 えと今従業員数で言うと従業員数は役員合わせて今8人いて映像だけじゃうちなくてあのグラフィックデザインとか写真とかあと 3D の指示とかウェブの制作とか結構もブランディングっていうのをまあ軸にしてあのクリエイティブを作っていて、まあ、なんでブランディングをやり始めたかっていうとその2020年に映像をこうやり始めた時に、はい、あの映像だけだとやっぱ何も解決できないなと思って。 そのクリエイティブの,その手段でしかないっていうかやっぱ根底のそこをやらないと何も例えばいいデザイン出してもいい映像出してもやっぱ大元のブランディングっていうのはしっかりしないとそのクリエイティブがもったいなくなっちゃうんでやっぱしっかりとブランディングをしっかりと考えてそのクリエイティブを作っていきましょうっていう会社にしたいなと思って。 たっていうところがその2021年の,その今のサンセットフィルムス作った核となる部分であ他とはね少しアプローチが違うというかね、はいうん、やっぱりクライアントから多いですかこのかっこいい映像とにかく作ってほしいとかそうですねとかざっくり系は、まあ、ざっくり系は多いんですけど<え>まあそのやるにあたってはなんでやるのかっていうの源流こう戻ってう 会社さんのブランディングをまずかんも,もう一回そこに立ち直ってもらったりとか結構することはありますね、うん、うち基本的にそのデザインしてくださいとか、ええ、ウェブ作ってくださいとか映像作ってくださいっていうのはあるんですけどなん、ええ、でやるのかっていうのをしっかりと源流に戻って<ー>ブランディングっていうところをしっかりや,やらせてもらってから、うん、クリエイティブを作るっていう方がすごく今は多くなってますね,ますね一回まず分解してそもそも御社はこういうことですよねみたいな。うん 共通で理解するものを作ってからってたりで,、ねで,で,ね、でいくらね見た目がいいのを作ったとて。うん、はいそうそうです本当にあの人としてちゃんとこうなってな, <laughs> ないとやっぱりどんなに化粧とかしても、えー、やっぱりそれってやっぱ剥がされちゃうと思いますしやっぱりしっかり中身の部分をしっかりと整えてから、はい、やっぱり。 そんなにそうすると化粧もしなくていい可能性もあるしそこにお金かけなくてもいい可能性もあるて、ええ、でそっちの方がやっぱりそういう人って長くいい人って印象もできたりとかするしそういう風な、うん、それはまあ企業的にやってるっていう感じですねファッションが好きだけどその人は服が好きなだけで、うん、中身はそんなにみたいな。うん そういう,ああそういことですね、はい、生き方ねだとは会社だってずっと続いてくるからにはあり方があるし、うん、何か事業を起こすからには何かやらなきゃいけないことがあるわけだし、はい、あそのあたりのお手伝いを続けて今3年目と、うん、あそうですね<ー>、うん、何やらお店も開かれてるっていあそうなんですよえっ、ー、と結び手っていうブランディングに関わった えと商品をですね置いてるんですけど、まあ、それもただうちが何ですか、ね、戦略を打ってこういう風に売っていった方がいいですねっていうパッケージとかも作っても、うん、なんか寂しいというかごと事な感じがしちゃったんでだったらもう自分たちでしっかりとお店もやって一緒に、うん、あのその商品を育てていきたいなって思ったっていうところでお店を作ったっていうところになります。うん、その商品の種類としてはなんかこう 飲食店みたいなそういうカテゴリーがあるわけじゃなくてもう関わった企業さんの商品を<あ>いろんなものを置いてるっていう感じのお店、はい、だるまも置いてありますし、はい、なんだえっ、ー、と陶器みたいなお皿とかも置いてありますし、えーまあ、パッケージで携わったそういうお菓子とかり、うんごジュースとか、うん、あのそういうジャムとかも置いてあったりとか<ー>いろんなものが置いてあるお店になります、えー、やっぱりそうプロデュースしていくときにはこう一緒に汗かくじゃないけど 一緒に頑張っってていくみたななのって結構大事な感じしますかああしますね相当多分あの何かこうブランディングしていくにあたっては相当密な感じになっていって、えーえー、どっちかっていうと自分たち本当にその会社の一員ぐらいに思われるような立ち位置ぐらいまではいつも持っていけてるかなとは思いますはいまあだからこそ信頼もされるし、うん、そうですね提案もね芯を食ったものが打てるっていう、はい あの今まで多分2020年個人事業からやっていて、ま、定期契約っていう会社さんがすごく多いんですけど、うん、えと多分一社もまだ切れてないんですようち<ー>契約がすごい、えーえー、それぐらいやっぱりこう必要とされてくれてるんだろうなとは思っているっていう感じですね、うんはい、もう欠かせないというかね切るに切れないというか一緒にやって育てていくそうですねだ基本的にあと2回以上こうリピートしてくれた人はたぶ、うん、98%ぐらいの会社さんが本当 さの単発以外でも、えー、あのお願いしてきてくれるってことは結構多いですね。すごい。何よりの説得力ですね。うん、確かにね。そう、すいません。すっかり長くなっちゃったけど、まあ、もう少しねまあ、今か思いはなんとなく伝わってきてます、はい、けど、やっぱちょっと具体的な話が聞きたいなと思っていたところ、うん、ちょうど明日ですか？はい、配信の、うん、はい。だかスペシャルなプロジェクト。 はい、ちょうど今やっているものがあるということなんで、はい、伊藤さんも聞きたいこと、多分あると思うはでちょっと気になっているので、<ひ>このあチ,ラシがチラシを手元にいただいているんですが、がすメロディックライトウォーク、はい、ということで、配線ウォークの事業を手掛けらられていらっしゃるえと昔使われていた線路の上を歩くみたいなイベントですです、ねはい、と配線といいいううことは薄薄そででねやります。 まあこれはあの僕たちサンセットフィルムスがイグニションシリーズっていうまあ地方へこう火を灯していこうっていうまあえとまあクリエイティブが関わっていく中でもっとこう着火させていきたいなっていうところがあってイグニション。 ともし火っていう日本語訳にするとあるんですけどまあシリーズ化してまあその第1弾としてあん中でこうナイトウォークというところで光と音と映像をあのうまく活用したえとコンテンツメロディック・ライトウォークっていうのが明日からオープンいたしますで僕先ほどあのブランディングお話ししたんですけどももともとブランディングをですねあの配線昼間の配線ウォークでやっています。のところをこう、まあ 横川から軽井沢まで歩くあのコンテンツなんですけどもまそういうブランディングさせていただいてすごくいろんなメディアにこう取り上げていただいたりとかしていて結構来場者数も結構増えてきたはいるんですけどもあの結構ニッチなあのコンテンツなのでなかなかこうライト層がこう取り込みにくいっていうところがありましたまあそこでやっぱり夜のコンテンツでこのメロディックイグニションシリーズのメロディックライトウォーク、はい を、あのー、提案させていただいて、えー、と今回、えー、30日、明日ですね、オープンという形になっているっていうところです。私、うん、群馬県庁の熱源って32階のところで、映像で告知みたいなのが出てて、はい、でなんか舞台か映画かなんかやるんかなーなんて思ってたら、これだったんですね。あそうですでこれもあの一応 <laughs> あの映画っぽくなんかまあ表紙というかチラシもそうなってるんですけど、はい、説明しますと僕らあの勝手にこうストーリー作るっていうよりはその土地に合ったえとストーリー展開にしたいなと思ってまして、まあ、今カモシカが映ってるんですけども、はい、そ,れにそれはです、ね、もともとあ,のあそこの薄い峠っていうのは カカモシカは結構生息してまして<ー>これは峠のカモシカっていうのが案内になってストーリー展開をしていきます。2> はい、で、えっと、2人キャラクターがいるんでそれは EF63 と ED42 っていうのがもともと横川から、えっと、走ってた電車機関車があったんですけどもそれはあのモチーフにした6さ EF63 の6さと ED424 っていうキャラクターと共にこう音を集めていくっていうコンテンツに なります、えー、えとお客さんはですねこうメロディックライトっていうのを持ってメロディーマークっていうのにこう当てるとですね、えー、あの照明がこう光ったりとか、うん、あの音がこうキラーンってなったりとかしてそれで音を集めていくっていう体験型のコンテンツに一応なっています<ー>まあストーリー展開を軸にですねその間でこうメロディーマークにこうかざして音と光を集めていくっていうコンテンツです、えー、それはやっぱり歴史がある薄い峠で井野さんの方で もう1回ブランンディングを練り直しよるようにうあるものを使ってあの配線とその歴史的な背景をもとにストーリーでを作り上げてライト層でもあの初見の人とかでも分かりやすいようなストーリーにしていったっていうところになります、はい、配線に着目した理由とか配線だからこそ苦労した点とかって何かあったりしますか 配線だから苦労した点はですね、まあ、あの技術的な話になっちゃうんですけども、はい、あの電気が通ってないっていうのがそこまで電気を引くのが結構大変でした。<ー>まあこれ工事業者さん、あの門倉テクノさんと一緒にこう今回やらせてもらったんですけど、えー、結構そこを引くのが結構大変だったなっていうのがあります。はい、あと配線なので、まああの 老朽化してるところが結構あったりとかしてちょっと使えない場所とかもあったんですけども、えー、そこを考慮しながら、えー、とうまい形の、えー、とルートを作ったっていうところですね基本的には立ち入り禁止の場所、ね、あそうですね基本的には立ち入り禁止になってます,そ,すそれをだから観光用にやっていくわけですねそうですねはいえー、えじゃあリサーチとかも結構時間かけてそうですねもうあのー、そこのルートを作るまでに、まあ、最初のストーリーに関しては、えー、あの本当に ナイトウォークをこう思いついた時点で自分の中ではこ,うこのキャラクターとかえーとストーリー展開はもう自分の頭の中で決まってたんですけどあのどこでこの演出をしていくかっていうとこのルート決めが。 全然決まらなくてどっちルートにするかとか下り線から入ってって上り線から戻ってくるか上り線から行って下り線に戻ってくるかとかすごいいろんなパターンを考えて多分合計であの本当に80キロぐらいそれを作るまでに演出を決めるまでに歩いたっていう本当足が本当にパンパンになってました。山月でですっっっごいい寒寒かた中一人ずとこう 歩いて頭の中でいろんなことを思いながらこのタイミングでこの演出出てきたらワクワクするだろうなとかそ,う、はい、そうですねそれをこう考えながらやってたのが結構大変でした<ー>ワクワク感もありつら、えー、い部分ではありましたでしかもそこに技術的な縛りとかも当然あ,あそうですねやっぱあの、まあ、演出そこで決めてもなかなかうまくいかない、えー、まあ自然が結構相手なので木が あの変な生え方してるとか土の下に根っこがあってここ埋められないでーすとか<ー>いろんなそういうトラブルがあってあ<ー>その場その場でこう対応していって作り上げてたっていう感じですねで僕たちもこう本当イグニッションシリーズ第1弾っていうところもあって慣れないところも結構あったので、うん、あの作っていくのは結構大変でした<ー>けどもまあいいものができたんじゃないんかなとは一応あのプレイ,イベントをえと3月中に、はい やらせていただいて、はい、満足度はすごくあの高いあのアンケートが来てたのでちょっと30日からのお客さんの反応がすごく楽しみだなとは思ってますね、えー、準備ばっちりということで、ね、話聞くだけで行ってみたいですもんね <laughs> これは参加するのにお金がかかるものですかそうですねお金かかりまして、えー、と大人が3500円子供が1500円になってます はい、であの磯部温泉さんとも多分コラボしてまして、うん、あの宿泊プランの中にあのチケットが入ってたりとかあ、いいですね、確かに夜だから、そうですね、温泉使ってご飯食べて、<あ>そ,あそうですね、はい、その後行けるっていう感じになってます。楽しみそう、そうだよな。一周、どのぐらいの長さがあるんですかで約,約2キロです。2> 約2キロって、普通にね、歩いたらと思いきや、山だから時間かかる、やっぱり。 あのやっぱりあそこの薄い峠がやっぱ勾配があるので結構登るのが若干こう線路なんですけどちょっと登りながら歩いていくっていうところで大体周遊で約50分になります。あ<ー>まあ理由としてやっぱストーリーがこういくつかちょっと立ち止まっているのかな。 そのストーリーが1個かです、ね、大体1分から2分ぐらいの,、うん、あの演出になってるんですけど、それを見ながら歩いていくので、大体はまあ50分ぐらいかかるかなっていうところですね。うんうんうん、1本のドラマというか、映画というか、そ,うですね、それを見ていただくような感じですね。なかなか、多分線路の上歩く経験ってないと思うんですよ、うんうん、ないね。基本的にアイドリッチちゃだめですからでね。やっぱあの枕木のの上をこう歩くっていう でまあ、すごく歩きづらいんですけどもやっぱりそれがなんか不思議な体験ができるというかなかなか,なか非日常的な体験ができる中にやっぱその光の演出とかあの映像の演出とかがあるのですごくこう入ってきやすくワクワクできる冒険感あるあのコンテンツかなと思ってます。えー、ありそうでなかったというか、うん、こういうねもう一つのテーマパーク うん、みたいな感じですよね実際にあった場所を使って、うん、で新たな箱を作るわけでもなく、うん、魅力を発掘して、うん、これって他にやってるところとか,なんか参考にしたところとかあったのがあったりあえっ、ー、とこれはですねえっ、ー、と海外のチームでモーメントファクトリーっていうチームがいるんですけども、えー、それがあの北海道の阿寒と長崎ではやってるんですけども<あ>あの日本の企業でやって っているのはえっ、ー、と、い。なくてです、ねえー、まあ、あのチームラボさんとかネイキッドさんとか、あ<ー>まあそういうのはああのまあ、アート的なのはあ屋内でやれるのとか、まあ、ちょっとあるんですけど、はい、ナイトウォークとこうストーリー展開で楽しむようなコンテンツとしたら、うん、日本の企業としては多分初かなと思います本州ではナイトウォークは初の、あのーえー、コンテンツかなと思ってまってす,でそうです。で、今回あの中にこう、 一緒にこう作ってくださった方々もメイドイン群馬でして皆さん群馬そうなんですうち,、まあ、うちはもちろん群馬県の会社ですし、はい、先ほどお話ししたあの門倉テクノさんも前橋の,あの電気の会社さんですしあと、はい、で音楽に関しては今回全部オリジナルで作ってまして<っ>秀吉っていうバンドがいるんですけども。 あの秀吉のあの柿澤秀吉、あのバックナンバーとかのプロデューサーをしている柿澤秀吉が音楽を担当しているっていう形になっていますすごい、本当に全部群馬の、ね。それはもうやっぱり音楽をずっとやってきたりっていうもあって、そのあたりのこだわりも。あそうですねあの一緒にちょっと作らせて、一緒に、まあ、僕が串出したというか、こんなイメージでちょっとやっていきたいっていうのをこう伝えさせていただいて、うんうん、音楽も一緒に作っていったっていうところになります。 トータルで見せていくからこそいい世界観が出来上がるわけですよね。へ、ねうんはい、えー、それじゃあもうオール群までオール群まで作ったコンテンツに日本,日本初、本州初、はい、なります。あれはワクワクが止まらないですよ。すうんうん、ストーリーだけじゃなくて光照明も音楽もすべて楽しんでいただきたい、ね、はいはい、いうイベントですね。1、えー、一週約50分のところ見どころ的な部分を紹介していきましょうか。 えまず入ってどんな形でまず導入があるわけですねあそうですね導入があって、まあ、あの峠のカモシカから大まかなここの配線になったこの新尊敬配線になった理由とかですね歴史的な背景をちょっと教えてもらいながら<ー>あのこれからのストーリーの助手をこう聞いて、はい、そのままこうランタンを。 あのお客さん持ちながらそのまま進んでいってっまあトンネルを抜けるとですねもう異世界がこう広がっているっていう感じになります<ー>まあそこで,です、ね、こ森のこのリズム森からこうリズムをこう得たりですね壁の主っていうのがいるんですけども<っ>壁の主がこうメロディーを聞いたり、はい、でここはあの急勾配66.7パーミルっていう日本一の急勾配区間の場所でやっているのでその66.7パーミルっていうところからも、まあ、音をもらったりとかしながら最後あの楽曲を 完成させてあのー、壮大な音楽を最後聴いて終わるっていう、まあ、とにかく急勾配だ、うん、とにかく日本一の急勾配になっている区間になりますあ<ー>、まあ、いいっすよねそこでやるっていうのがいいですよねはいいくつかのチェックポイントを通りながらそうですね音を作っていくっていうストーリーに、はい、でお客さんはこう <laughs> メロディーマーク先ほど伝えたメロディーマークをこうメロディックライトっていうのを持ってるのでそれ光らせると音が鳴って、はい、まあ 音の演出があるんですけどそれもこう集めていって最後一曲が完成するっていう感じになってます集めてるから、はいはい、最後をまとめてこれが最後どういう風になっていくんだろうねって思いながら探検を進めていくわけですね。と、はい,い,いやなんか聴いてる感じ音を集めて体験してなんかそういう有名なねテーマパークとかでもアトラクションとしてありそうな感じとか、まあはい、グマだとまずないですけど。うん あれ某,某有名なリゾートなんとかリゾートにのアトラクションに近いかもしれないです。ね <laughs> 点数こそは集めない,です,めないですけど、まあ、光らせてなんかこう集めていくっていうのはすごく似てるかなとは思います。うんうん、でもそれ人の心を掴むむ、ね、大事な要素かもしれないですね。体験しながらみたいなね、はいあまあ、結果的にそういういね。 最先端ことですからねチームのそれぞれの人がこのコンテンツをみんなで作り上げて楽しんでもらいたいというようなそう、ねうん、ライト層だから本当別に薄い峠のことをねあまり知らなかったとしてもストーリースタートで楽しんでもらえたりとかだって鴨志花さんが。 解説してくれるわけですねそうです。解説してくれるので、あのある程度の多分歴史的な背景は。この今回のストーリーの中では得られるものに、本当にしてあります。えー、僕の中では本当に E. F. ロッ三と E. D. 四二っていう、あの、この機関車が。はい、が、あの、理解してくれればいいなと思っている。と、<ー>やっぱ、この。 峠ののここの歴史横川のこの歴史をしっかりとそのライトソン来てくれた人が認識して次の,あのここもやっぱ大切にしていかないといけないんだなとか昼間の廃線奥にも行ってみてまあ実際の昼間歩いてみてえとこの風を感じたりとかこの急勾配だなっていうのを感じたりとかしてるっていうところも体感してもらってまあそこのこの場所を大切にしていこうっていう,こう認識がこう少しでも。 何ですかこう与えられればいいいいなななっっててうコンテンテツになってるかなと思いますだだ昼の部をより深く知ってもらうためにもちょっと別のアプローチで、うん、夜きっかけで、うん、あじゃあここどうなってるんだろう昼もう一回見てみようみたいなねそれで解像度が上がれば、ねはい、全然、はい、仕掛け人的には。 嬉しいですね、うん、ま僕らは昼間の配信ウォークやっていて<っ>やっぱ昔の機関士の人とかにこうインタビューすることとか結構あったりとかしていてここの場所の大切さっていうのって、まあ、地元の人でもなかなかわからないところを僕らこう聞かせていただいたりとかするとやっぱここの場所ってやっぱ守っていかないといけないんだなっていうのはすごく思ってるので。 まあちょっと裏話になっちゃいます今回のこのストーリーの中のカモシカの最後の方のセリフにも実際の機関車が行った人とかの言葉をちりばめていて僕は<ー>あのこのもともと機関車が走っていて、うん、あの0 0と先頭にこう機関車の人がいて、うん、この心と心がこう通じ合わないとこの機関車で走らないんだよって言ってて<ー>でそれをちゃんとこうメロディーの。 鳴らす時に峠の,の裏これは公開になっちゃいますけどあの心と心を通じ合わせて奏でるのじゃっていうのを言ったりとかするんですけどそういう言葉をこう節々をこう今回ストーリーのカモシカの中にこう入れてるっていう感じですね。もうここを守ってきた人の言葉もそのまま受け継いでいくストーリーになっている、はい、ということですね。ただもこう昔をそのまま知ってもらうんじゃなくて現代的なアプローチでと、うん。 いけてるーって感じがしますよね。<laughs> これすごい。うん、で、これが第1弾なわけですもんね。うん、第1弾です、これが。これ、イグニッションシリーズ。ちなみに、第2弾、第3弾とかっていうのは、うちうちに進んでるうちうちに進んでるものはあります。うん、まあ、えっ、ー、と、まだちょっと公開になってる、なんとか村さん。あ、県内県内で、まあ、2か所ぐらい今、えー、あの話が進んでて。はい。 まあそのうちオープンになるっていうのが多分告知されるかなと思うんですけども、ね、それもれかえと数か月後には多分発表になっていると思いますし<ー>はい<あ>っていうのがちょっとまだ内緒なものが思い,思いがけず話しとでありますでも根っこは一緒なんですね一回こう分解してそうですね魅力をはい まとめ直してと、抽出して、うん、どこがやっぱりお客さんが分かりやすくなるかとか、えっ、えと、するのを、まあ、な組み立てていくっていう感じですかね。で、まあ、いわゆるライトな方に向けても、裾野を広げてとそうような、そうねはい、この1年、まあ、すす 1> 結構動きありそうですね。いや、本当そうです、この正直、このイグニッションシリーズ、このナイトウォークやろうかなと思ったのも、ちょうど1年半前だったので、えそうなんですか。<ー>そうですはい 結構急展開な感じで今これは、えー、この事業は動いてるかなとは思いますそこからもうどんどんとシリーズが進んでいくシリーズがそうです進んでいってるんでなんかありがたいなと思ってます<笑><笑>それはもう経営者として経営者としてね,あ,してね <laughs> ありがたいなってそう思ってますいやこれ面白いんですよねやっぱりクリエイターさんともまた違う、うん、全体を見てるからその 表現したいことだけじゃなくて、うん、予算とかね、うん、売り上げとかプロジェクトの持続性とかそのあたりもねそうです本当にこれやろうと思ったきっかけ話戻っちゃうんですけどやろうと思ったきっかけはやっぱりその10年後にクリエイターっているのかなと思ったんですよ自分があ<ー>あのそういう写真撮る人とか映像撮る人やっぱデザインする人とか<え>じゃあウェブは作れる人って仕事どうなってっちゃうのかなって思った時に、うん、じゃうちの会社どうなっちゃうのかなって思って。 でやっぱりこの体験するものって一、ええ、回コロナになりましたけど、うん、そういうのでなんかメタバースとか、うん、そういうい何かそこで変えるとかっていうのってやっぱりこう全然広がらなかったじゃないですかあ思ったよりは結局こういうゴーグルみたいなの出ましたけどやっぱり早いとかになっていてって、ええ、なるとやっぱ人ってコロナが明けて一気にこう観光の需要がまた戻って、ええ、前よりもかなり戻ってる。 場所によってはやっぱりその体験することってやっぱ人間が欲求するところなのかなって思ってでこのナイトコンテンツは多分そこに通ずるんじゃないかなと思ったんですよね、はいえー、でそこで観光とこう組み合わせることによって強いコンテンツになってうちの授業的にもなんか生き残っていけるんじゃないかなって思ったところはまあ傾斜的な部分の発想ですけどそこからこうナイトウォークやろうかなって思ったところになりますね。 そっか AI とか本当この1年で爆発的に進歩して、うん、そうですねまあ自分たちの仕事的には楽になった部分もありますけどやっぱり脅威的な部分もあったりとかしますしそこをどうやってそのクリエイティブの会社がこう生き残っていくかっていうところをやっぱ考えるとそういうところをちょっとやっていかないといけないかなと思ったっていうところですね社長さんとしてはそういうね,そうね <laughs> 次の次,次の展開次の展開とね <laughs>、はい はあ、いや、勉強になりました、本当に。すごい。<laughs> <laughs> <laughs> じゃまずはその第1弾ということで、明日から始まるメロディック・ライト・ウォーク。はい。えっと、はい安中市の薄い峠にて開催となりますので、<っ>ぜひ皆さん足を運んでくださいと。ぜひ来てください。はいこれは、もうずっとやっていくものう、ね、そうですね、一応と、通年実施の予定になってまして、うん、冬はちょっとやらないかなと思うんですけども、うん、まああの 基本的には通年実施になってますので、週末ですね、勤労、勤労のやる予定になってます。はい、ありがとうございます。ぜひね、温泉と合わせてでも、県外の方にも来てほしいし、県内の方も久しぶりになっちゃった人とかも、ぜひと、ぜひ横川の方まで来ていただいて、ちょっと遠いですけどね、足を運んでいただければと思います。ということで、今ね、 えー、旬なコンテンツというところでイ野さんとお話をさせていただきました。はい。本当、えー、この一年でまたいろいろ動きあると思いますので、うんうん、また機会あったら続き聞かせてください。はい。また来ちゃいます。はい、ありがとうございます。<laughs> ぜひぜひではイ野さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 羊毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそろそろお別れのお時間ですありがとうございましたありがとうございましたオール群馬だってすごいねすごいですねずっと継続しているっていうのがもう営業経験からするとあのお客さん契約ね、はい、<laughs> 会社としての契約がずっと続いてるってすごいことじゃないですか本当そうだよねはい。なんか我々やっぱそうだね営業経験からすると <laughs> 来季どうなるかわからない不安とかじゃなくてもう頼られまくってしかも会議のど真ん中とかね全部上流にいるっていうのはうん、うん、本当ビジネスにとって大事なことだと思いますし気軽になんでも相談されるポジションって、うん、やっぱり寄り添ってるからこそそうですね、うん、で実際にお店で商品売ったりとかねねい、うん、いやーすごいなーしかもも同世代うそこ盛り上がりまくっちゃったじゃないですか, <laughs> だからもう分かってましたよ。この 早く行けっていうこのの周りのね <laughs>、うん、しかもニュータント・タートルズのことは私ちょっとリアルタイムでいたのは分かってるけどまあ確かになーっていうところはあるけどあるんですよね, <laughs>、うん、ね。カルチャーがどんどんこうやって自分たちが最前線になった時に少しずつエッセンスとして出されていくんだけど、まあ、もちろん最新技術とかあるんですけどね。 とととににももかくにも楽しみでですというところで、うんはい、皆さんぜひお出かけいただければといいね、はい、この単発じゃないけどずっとっそうですねシリーズ化していくっていうのが、うん、とっても楽しみになりました、はい、改めてイベントの告知させていただきます、はい、明日3月30日から群馬県安中市の碓氷峠にて毎週末日没後にスタートする「メロディックライトウォーク時を超える旋律の光」ということで「 光と音の体験型ナイトウォークを開催いたします詳しい情報は、えー、ウェブサイトをご確認いただければと思いますこちら公式 X でもお知らせしたいと思いますまたなんかね、匂わせつつ第2弾 2>、うん、第三弾いろんな場所でありますということでしたので、はい、ぜひ伊、まあ、野さんチームの活躍に引き続き注目していただければと思います、はいえー、番組ではご意見ご感想そして内容のリクエストを募集しています メールアドレス、こちらすべて小文字で馬アットマークライジン .com、UMA アットマーク RAIJIN.com、こちらまでお寄せください。X でのポスト、「ハッシュタグひらがなで馬が舞う」、ぜひお気軽にポストをお願いしまた番組の情報などは公式 X、アットマークジョモアンダーバー馬が舞う、アットマークジョモアンダーバー馬が舞うからポストしておりますので、フォローやリポストをお願いします。 さらにお聞きいただいた後は、各アプリで温かい評価やレビューお待ちしております。もうじき3年目ということではい、はい、え、またどんどん我々も新しいことを仕込んでいかなきゃいけないんだなっていうのをですね。うんうん、すごく刺激を受けましたね。はいえ、次回もぜひお楽しみに。ここまでのお相手は、縄文新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈菜でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 新聞公式ポッドキャスト「馬が舞う」